ないか、今は一体。私が弁当を作ってみたのだ。私の作った弁当では嫌か。あら、シドウさんではありませんの。お一人ですの？別に深い意味はありませんわよ。お隣よろしいですこと？では失礼しますわね。あら、私のことは気にせずに食べていただいて構いませんのよ。いえいえ。別にいいではありませんの。減るものでもありませんし。あの池でのことですか？
あの子は動物園から逃げた子なんですの。それで間違いありませんわ。あの動物園は今少々おかしなことになっていますわね。大したことではありませんわ。それにあの子は大丈夫ですわよ。今は私が保護していますし。それはお断りしますわ。あんな狭い檻の中に戻すのはかわいそうですもの。狭い世界で窮屈に変わらない日々を過ごす、それは生きていても死んでいるのと一緒。そうは思いませんこと。できるならどこか自由に生きられる場所を見つけて話してあげようと思っていますの。それもまた自然の摂理かもしれませんわよ。あら、あっという間でしたわね。さあ、どうしましょう。授業に紛れるわけにもいきませんし、適当に退散させていただきますわ。って何ですか？皆さん、この町の外れに自衛隊の天宮駐屯地があるのは知ってますね。じゃあ知ってますけど、それがどうしたんですか？そこの偉い方から学校に伝達がありましたので、皆さんにお伝えしておきたいと思います。いろいろ難しく書いてあるんですけど、つまり現在天宮駐屯地の観測機やら何やらがうまく機能してないそうなんです。
なので空間針などの警報が遅れる、もしくは作動しないことがあるそうですから。ということで、少しでも異変を感じるようなことがあったら各自落ち着いてシェルターの方に移動するようお願いします。と言っても、どこで危険に遭遇するか分かりません。とにかく移動する際は落ち着いて、お菓子ということだけ忘れないでください。押さない、かけない、喋らないですよ。よろしいですか？あります。皆さん気をつけて帰ってくださいね。おい、いつかこんなミラーズ寄ってミニスカの可愛い子ちゃんウェイトレス眺めてこようぜ。釣れないじゃねえか。俺との約束をブッチするほどの用ってなんだよ。なに言うにこと書いてデートだと？毎日がパラダイスなんでしょうか。アハハハ、神様のバカバカバカ、もう知らない。いやあ、これはシロウ君。いやあ、実はみんなでちょっと賭けをしていまして。司令の今日の下着の柄は何かと。私は今日は島柄の気分ではないかと思うんですが、シロウ君、実刑の意見としてはいかがです？それはもう命を懸けた勇者が皆を代表して、
それはもう願ってもない。あの